はいどうも、白熊先生です。今日はですね、アベマ TV の亀田興毅とのボクシング企画とかでですね、人気度、好感度、爆上がりの情報ブログを僕が未だに信用できない理由についてお話したいと思います。まあ、というのは何かって言いますと、情報ブログさんって結構いろんなことして今まで炎上してるんですよね。で、その中で僕がやっぱり一番聞いたのが昔あった事件で、筒持たせ動画の事件なんですよ。ね、これ何かっていうと、いわゆる世の中には筒持たせっていう犯罪があるんですけど、要は未成年だったりそうじゃない女性がですね、まあおっさん捕まえて援助交際しましょうよ、何万で、性行為させますよとか言って誘い出してお金をまあそのもらうあたりで、そのバックの方から悪い、そのヤンキー的な悪いやつらが出てきて、おいおっさんお前何やってんだよ、おいこれ援助交際犯罪だぞ、お前これバレたらあれだ、警察行って全部終わりだ、どうする今から警察行こうかっつって、すいません許してくださいってなって、はいじゃあ何十万出して、そしたら許してあげるよって言ってお金を、巻き上げるっていうのが、まあいわゆる筒持たせっていう犯罪なんですけど、まあジョーブログがですね、その時やった企画は何かっていうと、そういう援助交際をしに来た男を説教するっていう企画だったんですね。で、女性をこっちで用意して、まあ出会い系サイトや何やら使って男を呼び出してホテルに連れてきます。で、ホテルでさあいざ性行為って段階で、そのジョーブログがですね、ブワーッとこう出てきてですよ、ブワーッと出てきて、おいおっさん何やってんだっつって、そのおっさんをめちゃくちゃ説教するっていう企画なんですよ。で、僕ね、その企画を見た時に、いやいやいや、お前再生回数欲しいからって何でもやりすぎだろう、これはダメだろうって思ったんですよ。で、バカな視聴者とかはそういうのを見て、え、なんで筒持たせ、え、この援助交際しようとしてる親父なんて悪いやつじゃん、悪いやつなんだから言っていいでしょ、そんなの何がいいの、ジョーブログが正しいことしてるよって言うんだと思うんですけど、いやいや、あのね、大事なことは何かっていうと、誰が言っていいのかってことなんですよ。というのは何かっていうと、確かにそのおっさんは最低な人間です。でもですよ、それをね、ジョーブログに怒る権利なんてないでしょ。しかもわざわざ罠に貼ってまでね、自分で罠張って悪いやつは集めておいて叱るって何してんのって話ですよ。だって想像してみてください。例えばですよ、痴漢が、女性が、満員電車で痴漢されましたと。で、その男を、まあそのサラリーマンやってしまった男について皆さん怒りは多少あると思うんですけど、例えばそれを見かけた人がですよ、そのサラリーマンの胸ぐら掴んで、おいてめえよーみたいなことやります？やりませんよね。それはなんでかっていうと、確かにムカつくけど、別にそこまで切れる権利はその人にないからなんですよ。その痴漢された女の子が、てめえよくも私の尻触ってくれたなとか、もしくはその人の親父とかね、あの家族だったりとか、もしくはそういう人を裁く警察がお前って言うんだったら分かりますけど、それを見てた全然関係ない人がいきなり、お前痴漢か、おいお前痴漢今やったのか、わーってやったら、わーってなりません？ですよね。うん。で、そのあたりがなんかジョーブログのね、なんかヤンキー性をすごい表してますよね。皆さんも学生時代思い返してほしかったんですけど、ヤンキーって人のことで異常にキレてたイメージありません？なんかその友達がなんかされたとかあったら、おいおいおいどういうことだ、おい誰だこいつやったの、おいみたいな感じで、いや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 、確かにその子大変な目にあったかもしれないけど、お前がなんでそんなキレんのっていう、当事者クラスでお前がキレんなよ、何の権利がお前にあるんだよって思うんですよ。で、これもうちょっと身近な例で言うと、ネットとかで言うとベッキー事件とかですよね。ちょっと前に本当ベッキーが不倫してなんやかんやあった時に、ベッキーに対してすげえ怒ってた人いたじゃないですか、おいみたいな、ベッキーおらーみたいなね、浮気ね、不倫しでおいとか言って言うじゃないですか。僕はあれ、ベッキーの本当に大ファンで、普段なんかベッキーのね、なんつうんですか、そのブログだったりツイッターだったり常にチェックしてたり、普段ベッキーの音楽活動の時にね、こうライブ行ったりとかしてるくらい本当熱心なベッキーファンだったら、おいベッキーって言っても分かるんですよ。でもあれって、お前普段ベッキーに対して大して関心なかったろくらいのやつらが、おいとか言ってね、自分のストレスを発散したいがためだけに、わーって正義心とかじゃなくやってるわけじゃないですか。はい。本当のファンだったら正義心でまだわかるんですけど、ただただストレス発散したいだけの関係ないやつが同じくらいの勢いで切れてる姿ってすごい嫌じゃなかったですよね。今回のジョーブログってまさにそれなんですよ。本当にジョーブログがその正義心でやるんだったらわかるんですけど、あれは再生回数を稼ぎたいがために、別に自分は怒る権利もないのに異常にそれを見つけて怒る、しかもそれを本当に偶然見つけたんだったら、まだしもわざわざ罠を張ってね、罠を張るってのもまた悪質ですよね。罠を張ってやってるわけですから。だから僕はね、あれを見た時に、わあ、こういう動画を上げちゃう時点で今後この人が何をしてもあんまり信用できないなって思いました。それくらいの話です。
そしてあれを見て、うわ、ジョーブログ正しい、よし、おっさん殺しめろとか言ってる人はオールバカだと僕は思います。まあ、というわけでよかったらチャンネル登録してください。ありがとうございました。